携帯電話のバイブレータ用小型モーター。軸に半月型の重りが取り付けてある。バイブレータとは連続または断続した一定の振動を生む機械や機材。バイブレーターと呼ぶこともまた略して単にバイブと呼ぶこともある。一般的な構造はモーターの軸に重心を偏らせた重りを取り付けた。 構造のもので、モーターを回転させることで、回転軸が振動し、得られた振動を利用する。その他、振動の発生方法には、クランクとバネを用い共振させる方法や、電磁石に交流電源を与え重機的な吸引、反発力を利用するものがある。バイブレーターは、機械の構成要素として、振動を利用する機械の振動源として用いられ、粉体や粒体の搬送、 ふるい分けしめ固め、ほぐし出しに用いられる。機械の一要素として使用する場合は、振動を与える部位を浮かせる部位を、ベッドバネ、または、防振ゴムを用いて、機械の固定部から浮かせる必要がある。任意の加速度を持つ振動を物体に与える装置は、特に加振機もしくは振動試験機と呼ぶ。このページは、曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が、複数の意味。 食能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んでください。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に貼り替えてください。ありがとうございます。